今回ちょっと、うん、ノブの部分で、うん、カスタムさせてもらっているものがあるので、うん、ちょっとぜひ。片側はノーマルで片側はうちのペアリングが入ってますんで、ビビったらそうやけどこっち軽いですね。軽いっていうか回す時の、はい、ここって力入んないんですよ、はい、ここなんですよね、人の力入れる時、はい、これ三角巻きになる原理ですけど、はい、これぬたっとします。こっちサラサラですね。というか1個がちゃうんですか？そうです。片側がうちのチューニング、片側はノーマルになりますので。これですよね。はい、簡単に回ってますよね。なんかさっきから。ちょっと一度回していただいていいですか？はい。お！え？なんか入ってるね、これ。抵抗物入ってるな。こっちももう、オイル仕様で、ノーマルのものをしてあるんですけども。はい、これベアリングですか？これはベアリングですね。はい、これケイちゃんが作ったベアリングが入ってる。そうです、うちのベアリングが入ってます。すっごいなこれ。これ音もいいね。これオイルさしてない状態ですか？そうですね、ノンオイルで、はい、もうオイルが切れてもこの程度の音しか出ないので、従来の多分セラミックだともっとバタついた音がすると思うんですけども、はい、これでも全然スムーズですよ。はい、ただノブこんな回ることないですもんね。ないと思いますね。はい。はあ、これ船で走ってて風受けたらずっと回っとんでしょうね。そうですね。みんなハンドルバーッ回ってるんですね。はい。すっごいまた回ってる。ほう、こんなにも違うもんですか。はい。めちゃくちゃわかりますね。ここって投げんとあんまりよくわかんないですけど、でも軽いな。これも入ってるんですよね。そうです。はい。こんなに違う。というか、そうですね。で、まあ、あと従来のベアリングとちょっとテーパーって角度が違うので、うん、回していただいてリールをこう角度変えてもらっても抵抗が出ずスムーズに回ってくれる、うん、そうなんですよ。はい、これすごいですよね。はい、これでも全然回ってますもんね。はい、実際横を向けて水平の状態でリール回すことがほとんどないので、うん、必ずよじって使うので、それでもスムーズに回るように、うん、角度とかを考えてベアリングを作らせてもらってます。はい、うん、ここってでもいろんな考えの人いますよね。いますね。はい。ベアリングにあえてグリスをぐちゃっと入れて使う方もね。はい。うん、まあこれ好みですね。そうですね。回らなくはいくらでもできるんですけども、うん、まあ、回ってるベアリングを回らなくはできるけど、うん、回らないベアリングを回すことは不可能なので。うん、なるほど。はい、名言ですね。はい。そりゃそうですよ。はい。そうですね。回ってるベアリングを回さなくすることは可能ですよね。はい、でもマーランベアリングを回すことって無理ですもんね。もう不可能です。はい。はあ。なのでお好みでチューンしていただける。なるほど、なるほど。それもこのオイルによって変わるわけですね。そうですね。年度で変わります。はい。まあ自分でだいたいこれぐらいがいいよね。はい。ちなみにこれ今入ってないですよね、オイル。入ってないですね。このままいっても持つもんですか？まだもうすごいよ。そうですね。それこそ深淵がちゃんと出てるので、そこそここの状態でも、うん、すぐに壊れることはなく、はい、使っていただけるんですけども、まあ一応オイル入れてもらってる方が、削れにくいというところはあります。はい。なるほど。はい、フィネスの方々にもいいですね。じゃあそうですね。はい、軽いものをスーッと投げれる。はい。初動が動く。はい。でこのオイルですね。そうですね。これって進化してトラウト系とかにももちろん持っていけますよね。もちろん持っていきます。ね。今現状多分使われてるオイルよりも圧倒的に、まあ、リール専用に設計してますので、オイルに関しても、まあ、いろんなオイルがあると思うんですけども、あれにもこれにも使えるとかいうオイルになってくると、どうしてもどこかをこう殺さなくてはいけないっていうか、削らなくてはいけない、万能にするために。ただまあ本当にリール専用に作ってますので、はい、リールにもいいですよね。はい、私海、はい、特に南の方でよくやるんです。あ、はい、ちょっと粘度の高い海で、はい、アジとかね、はい、根魚とかを持ってこいじゃないですか。そうですね。ね、リールの保護にもなるし。はい、ちなみにこのチューというのはピュッてやればプッと出るわけですか？そうですね。もうスポイドになってますので、これ自身がね、はいはい、そうです。そんな感じしますね。はい、でポタでいいわけです。ポタでいいです。でだいぶ持ちますね。じゃあだいぶ持ちます。あとはもうその飛散がしにくいので、ポタッといってしまっても飛び散りにくい。今までのオイルだと多分ポタッといってしまうと飛び散ってしまう。はい、そうですね。あちこちボトッとなりますよね。はい。で塩紙もなくなってきますよね。そうですね。いいことずくめですね。海でも全然使えるわけですからね。はい、これね、はい、海で使うときに毎回やった方がいいですか。できれば毎回さしていただく、まあそれこそ本当にパーツクリーナーなどで丁寧に洗浄までは必要ないと思いますけども、まあさしといただければジャバジャバ洗った後に乾かしてちょっとメンテナンスをする、はい、それで十分だと思います。はあ、じゃあ普段使ってるオイルの代わりにこれを使えばいいっていう感覚ですね。そうですね。オイル漏れしてなんかラベルが剥げてる場合があると、はい大丈夫ですか。鉱物油なんですよ。なんでこういうパッキン系を炒めてるんですよ。あさっきの話ですね。はい、そうです。ビールの中のね。そうです。炒めてそっから抜けてくる。抜けてくる。で、なのでよくこうボトル買ったばっかしなのにオイル少ないなみたいな減ってるなみたいなやつは気化してしまっているんですよ。パッキン炒めてね。そっから抜けてるんですね。はい、抜けてます。はい。ほう。化学合成油ならそれもパッキン炒めないんで、はい。よほどじゃない限り漏れないよと。漏れないですね。はい。へえ、はい。本当に湿っている角度が悪かったとか。それ仕方ないですね。それは人的ですよね。はい、リールでいうところのベイトキャスティングの場合は、ここの両軸と、いうたらこれの部が大体マックスですが、変えるとしたら。一番わかりやすいですね、ダイレクトに。はい。小さなパーツがあって、ぐるぐる回るとかもあるんですけども、大抵負荷がかかる。はい。はい。クラッチを切って投げた瞬間はフリーになる。ところはそこしかないので、はい。なるほど、分かりやすいんですね。分かりやすいですね。でもこれって10何個入ってますよね。はい、全部変えればやっぱり何に違うもんですか。もうそこは圧倒的に変わってくると思います。はい、そうなんですね。はい、でも大きさまちまちですよね。そうですね。なので、まあ、私はもう今後、はい、まあ一応一通りフルラインナップで揃えられるようにはしようと思ってます。はい、ということはフルベアリングを入れ替えた場合は、はい、バケモンですね。圧倒的フィーリングがある。バケモンですね。はい、はあ、すごいぞこれは。今のとこは両指示とここですね。ハンドルね、ノブですね。そうです。でイベントって今からやっていくんですか。そうですね。今からどんどんといろんな釣り具屋さん等で、はい。やっぱり釣り具屋さんをね、メインで、はい。やっぱり量販さんとかで、はい。でまあそこで試投会とか。投げる試投会とかもしたいかなと思ってます。その例えばイベントっていうのは、私らまあ一般の方行きますよね。みんなリール持ってこいみたいな感じじゃないですか。持ってきていただけたらオイルをさしたりとか、そういったメンテナンス等もやってもらえるんですね。でくじ引いて当たったらこれもらえるんですか。その辺はまあ釣り具屋さんとの兼ね合いでお願いします。ああなるほどなるほど。そうなんですね。もらえるかもしれないし、もらえないかもしれない。そうですね。でも何かしらはあると思いますんで、まあイベントにはぜひ足運んでいただけましたら。はい。でもこのオイルさせてもらうと面白いですね。はい。そういうだけでも全然変わりますもんね。そうですね。まあ実感していただくっていうのが一番大事なところで、まああとは物に触れていただくっていう。はいはいはい。まあそういうところはちょっとこうイベントのいいところっていうところで。物にこれ回したりですか。そうですね。回していただいたり。ハンドル回したり。はい。ああなるほどいいですね。はい。あんなんしないですか。例えば。自分の持ってきたリールで投げて、規定の重さのね、ラバー投げて、チューニングなんてもっぺん投げてもらうとか。もうぜひやってもらえたらと思います。単純にそこで分かりますよね。分かります。はい。オイルすごいってなりますよね。はい。これってね、ミニチュアとかサンプルとか出るんですか。まあ今後その辺は検討して。お、はい。やはり。はい。あった方がいいですよね。はい。ぜひ使っていただく。まずちょっと使っていただくってところに。はい。そうですよね。最初からオイルをさす癖つけるとリール長持ちしますもんね。圧倒的長持ちしますね。そうですよね。はい。いやー、これのサンプル版みたいなちっちゃいのが出るとすごくいいと思います。はい、これ何 cc なんですか。これで10ですね。なるほど。はい、じゃあハーフぐらい。ハーフぐらい。はい。でくじ引いて当たったらこれもらえるんですか。その辺はオイルはもらえないですね。もうぜひやらせていただきたいですね。ああいいですね。はい、くじで、はい。くじ引きでね。くじ引きで、はい。あ、そうそう。あとね、はい、これっていうのは、はい、賞味期限みたいなのあるんですか。いえ、もうオイルは賞味期限はないですね。はい。できるだけ高温多湿で保存じゃない方がいいですね。そうですね。まあマイナス20度から200度ぐらいまでは全く問題ないので、ほう。置いてていただいてもいいんですけども。どうしてもスポイドの押すところがゴムになってきますので、あんまり高温とかしてくるとちょっとこっちが傷んでくる可能性が、はい、側が劣化する。オイルは大丈夫なんですか。オイルは大丈夫です。はあ、すごい。マイナス20度。はい。から沸点は200度。10年ぐらい全然持つわけですか。そうですね、問題ないと思います。色変わったりしません？いや、しないですね。はい、そこは鉱物油じゃないので。ああ、それか。はい。なるほど、リールについてくるのは黄色くなりますもんね。そうですね。はい。どうしてもやっぱり鉱物油を使っている。ということは持つんですね、すごく。すごく持ちますね。はい。例えば、週末の釣りますね。例えば土曜、日曜。毎週行くんだっていう声出ますよね。はい、いますね。ベアリングって劣化したなっていうの分かります自分で。やっぱりゴロつきが出てきたりとか、はい、少しそのガタつきが出てくるというか、投げた時の音が出てくるとか。はい、それは消耗品なんですもんね。そうですね。やっぱり駆動系は全て消耗品で、人間の関節と一緒なので、はい、ある程度来たらやっぱ動きが鈍くなってくるっていう。はい。膝痛くなってきた。なのでそのあたりがまあ替え頃かなと。はい。でもそれっていうのはオイルでちゃんとメンテナンスすることによって伸ばすことができるわけですね。全然それが1年か2年っていうのは全然可能だと思います。はい、大きいですね。はい。だから毎年変えるようにもオイルをちゃんとさすことによって倍に伸びる。伸びます。ここはすごい大事じゃないですか。はい。ねえ。なので僕らも駆動系を作ってるメーカーなので、まあオイルに関してはやっぱり100年間の歴史がありますので、はいはいはい。まあこの材質にはこのオイルがいいと。のがやっぱりありますので、いろんなメーカーさんの考え方があるんですけども、まあ、うちはこの材質、まあ、釣りのリールに使われているベアリングに関しては、うん、まあこのオイルが、まあ、ベストかなというところで使わさせてもらってます。はい、なので純正のベアリングに使っていただいても、カスタムのベアリングに使っていただいても、まあ、機能はしっかりと発揮するかなと。ね、昔こうハンドルバーン回してクラッチ切ってね、はい、どんだけ回ったってよくやったんですよ。はい、これね、あんまりやったらダメなんですけどね、これ。はい、1分15秒っていう数字を私回したことあるんです。昔のメタニウムで、はい、赤メタで。はい、今のこれでいくと、はい、どんなもんなんでしょう。まあ、はるかに多分超えてはくると思います。2分ぐらい。ぐらいは狙えると思います。ただ、このベアリングにもいろいろ種類がありまして。まあ一般工業用のベアリングっていうのをスムーズに回そうとすると交差、隙間をですねちょっとこう広くして玉がリテーナーにこうぶつからないようにしてるってこと、はい、当たらないように浮かせてるっていうことがあるので、まあただ単に回すっていうだけだともっと回るベアリングっていうのは存在します。はい、そういうことなんですね。はい、空転っていうだけで言えばやっぱ玉数が少なければ少ないほどやっぱり空転もしますし、その隙間のクリアランスが大きければ大きいほど空転しますんで、ただやっぱり魚をかけて巻かなきゃいけないので、まあそのクリアランスを設計上きちんと詰めた上でこんだけ回すっていうベアリングは多分他社ではないと思います。なるほど。はい、そこがすごい強みですね。そうですね。なのでクリアランスはしっかり詰めてるのにも球もしっかりリテーナーに触れてるのにしっかり回ってくれると。はい。そうですね。私ら今回すっていう風に言葉すごく私出したんですよ。何でもね。はい。でもね、けいちゃんはどっちか言うと、はい、魚かけた時の巻き、はい、そこに重き結構置いてますよね。そうですね。やっぱりファイト中にゴロつきが出たりとか。ガタつきが出るってなると魚に対して集中できないっていうところがやっぱり大きい。まあ自分自身もやっぱ釣りしてる時にそこは違和感を感じるので、まあそこの違和感っていうのを徐々に殺したい。はい。まあ道具なんですけど体の一部になってるみたいな。はい。かっこええな。なるほど。巻いてて気持ちいいですね。とにかく。はい。やっぱ抵抗が少ない。はい。でやっぱり軽い。ボールが軽いのでやっぱり巻き取りも軽いですね。はい。そうですね。はい、いいことずくめですね。そうですね。もう絶対変えた方がいいですよ、これ。はい。まあ、今回はまあ本当に、ね、釣りの欲というか、はい、もう少し良かったらっていうところに着目して。はい。いや、もうこれね、あれですよ。もう皆さん絶対にイベント行ってください。はい。イベントってどう告知されるんですか？SNS の方で、自分たちのインスタグラムがありますので、そちらの方でイベントはこういついつやるというのは公開させていただきます。はい。またこれね、いろんなサイズ出てきたらどんどん教えてください。はい、ぜひ。私の中で全部いっぺん入れ替えたやつを一台ちょっと作ってみたいです。ぜひ。ぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。はい。あ、もう回ってるんですか、これ。はい。同じようなフィーリング。でやっぱ球が重たいんで最初初速さえ入ってしまえばこっちの方が長い時間やっぱ高回転を保てるわけですね。保てます。はい。ただその代わりその最初の初動っていうスムーズさはやっぱセラミックに劣ってしまうっていう、重さからね、はい、乗ってしまえばもう感性でずっと回ると。回ります、はい。耐久性というのも圧倒的やっぱりステンですか。いやそれがセラでもセラ壊れないですし、熱も持ちにくいですよ。やっぱステンの方が熱だれするんですよ。その熱だれがしないので、やっぱ鋳物と金属の違いになってくるんですけど、ただ安いです。2900円ぐらいなんですよこれ。なるほど。はい。でもやっぱセラは4600円ぐらいしてしまうんで、そのあたりの金額としてはリーズナブルですし、入りとしてもいい。でもちろんステンレスなんで耐久性も高い。海に持ってこうじゃないですか。ソルトは最高だと思います。ね。はい。で錆びにくい。錆びにくいね。はい。陶器、要はセラミックと塩分ってどうなんですかね、実際相性は。いや全然いいです。結局タコ壺と一緒で、タコ壺みたいなこんなやつもつけといても酸化しないんで、はい。あ、そうですね。はい。陶器はやっぱり海水にも強いんですし。で、これになったらごめんなさいね。ベアリングやったら間にこう海水入ると、海水ってすぐに結晶になりますよね。なります。その時にもし回した時にやっぱりステンレスの方が強いですか。いやセラミックの方がいいです、セラミックっておいくら万円ですか。4620円かなんかそれです。はい、4620円。はい。ステンレス2900円ちょっとですね。そうだ、3000円で買えるわけですよね。そうです。あ、やっぱり入門ですね。これで同じだけのほぼ性能が出るわけですね。重さ若干重くなります。やっぱ玉の分が重たいですね。全部若干ですよね。全部若干です。で、耐久性があって同じフィーリングを体験できる。できます。で、これの上にもうさらに上を追求するならセラミック。そうですね。初動の軽いセラミック。もう初動の軽さと。でも絶対こっちの方が感性、モーメントすごいですもんね。もうまさにそうなんですよ。ね。はい。もう重たいプラグを投げたりとかするんであれば、あんまセラミックと大差がないっておかしいですけど、はい。さすがですね。いやこれはこれで、ステンレスは絶対入門ですよ。はい。入り口はここですよね。そうですね。使い勝手がいい価格帯で、もうこの価格では絶対に群を抜いて多分。高品質、はい。だからまずオイルチューンから始まって、はい、でステンレス、はい、その上を目指すのがセラミック、はい、もうそこまでいったらもう止まりませんよっていうことですよ。はい。ね。はい。私も絶対そう思います。